では、襖の開け方をお伝えします。まず、取っ手を少し開けていただいて、手が入るぐらいまで開けてもらいます。で、下から30センチほどのところを持っていただいて、真ん中まで来ます。次は、左手で同じところを持って、最後まで開けます。そして、外に出ていきます。扇子を前に置いて、そこまで自分が行きます。そしてまた扇子を前に置いて、全部体を出します。そして回るたびに扇子を前に先に置いて、自分が回っていきます。で、襖を閉めます。こちらも下から30センチの同じところを持って、親指は自分の方に向くように真ん中まで閉めます。そして同じところを持って、右手で手がトンとつくところまでいきます。最後は取っ手で閉めます。では、お席の入り方の襖の開け方をいたします。で、30センチ真ん中まで、左手で最後まで開けます。そして、中にいる方に礼をして中に入ります。扇子を前にやって、そこまで進む。次に全部体を入ってしまう。そして、扇子を先にして、自分も同じところに回り、扇子をずっと先に回して、自分が回って、最後ここに来ます。そして締め方をします。下から30センチほどのところを真ん中まで右手でします。次は左手で同じところを持って、柱のところに手がトンとつくところまで締めます。最後は取っ手で締めます。これが開け方と締め方です。では、こちらのお部屋は、こちらのろうが切ってありますので、冬に使うお部屋です。日本では11月から4月にこちらのろうを切ったものを使います。そして次に、お軸ですね。必ずお軸があります。和、敬、正、弱と書いてます。こちらのお軸は必ず修行した僧侶、修行僧が書かれたものに限ります。お軸をまず見ていただいたら、今回は和、敬、正、弱という書いてございますが、こちらは裏千家の、モットーです。そして、これは季節により違いますし、こちらのご亭主の趣向によってお軸を変えていきます。で、必ずこちらはお寺の修行されたお寺さんが書かれたもの、修行僧が書かれたものに限ります。そして、下はお花、その四季折々のお花を入れて、皆さんに楽しんでいただきます。季節のものを必ず入れます。季節を四季折々のお花がありますので、野にあるように中に入れます。そして、その横にあります、しっかりした柱がありますね。こちらは床柱と言います。で、日本ではもうやはり湿気が多い国ですので、襖、そして外の景色が見れるように趣向を凝らす時もあります。
お菓子をどうぞ。おしまいいたします。
こちら風呂、夏のバージョンのお釜と風呂になります。こちらの風呂はお客様が入られる前にこちらに置きます。その時には釜の中はとても熱い お湯を入れておきます。お湯はとっても熱いのが何よりのご馳走です。そしてお水差し、こちらも置いておく時もあれば、これを持ってくる場合もどちらもあります。今回はこちらに置いたままのバージョンでいたします。では今からお道具を持ってきます。一服差し上げます。こちらは、こちらの室内は夏の室内です。この室内は夏の室内となっています。季節5月から10月までこのように、風呂というのを置きます。こちらはお客様はこちらに座られます。暑い季節ですので、火から一番遠いところですね、こちらに置くことになります。逆に冬場というのは寒いですので、こちらに風呂というの、炉を切ります。炉を切って、皆さんに暖かいのを行くように、日が近くなります。そして、お軸です。お軸は、本日は和、軽、静、弱ですが、季節折々の、亭主が食を凝らしたものをこちらに掛け軸として置きます。必ず、修行されたお寺さん、修行僧が書かれたものしかこちらには飾りません。そしてお花も季節によったお花を飾ります。そしてその横にあるこの大きな柱、こちらが床柱と言います。またこの横にあるのは違い棚ですね。互い違いになっているので違い棚、こちらは日本によくあるお部屋の室内となっております。そしてこちらも季節によってのお水差し、お茶碗、お夏目、お茶尺となります。尺も夏と冬と違います。季節によってお茶というのはとりどりの取り合わせがあります。以上がこちら夏バージョンのお部屋となっております。まずお夏目とお茶碗からこちらに置いて、ここに置くのはお客様から見える位置に置きます。こちらに置くと見えないので、必ずお客様から見えるところに置きます。では、一服差し上げます。こちらはお水差しの前に置きます。この時にお水差しの真ん中を中心に均等に置くようにします。またここに黒いのがあるんですけど、ここよりも出ないように、お道具が向こう側に行かないように、ここですね、もうちょっと線は見えないですが、この線よりも向こうに行かないように一番いい場所に置きます。
ここでも襖を閉めていきます。ではこちら、ひしゃくと言います。こちらのひしゃくは夏と冬と仕様が違います。例えばここのところが小さいのが風呂用、今回です。そしてこの後ろ側にこう削れている方が夏バージョンになります。そして蓋置き、こちらが蓋置きと言います。お釜の蓋を置くものです。そしてひしゃくを置きます。こちらも小さいのが風呂用、大きいのが牢用となります。今回は風呂用ですので小さい蓋置きになります。そしてこちらですね、懸垂はなるべくお客様から見えないところに置くんですけど、こちらはお湯などを捨てるものです。こちらお釜です。お釜の置き方もあります。こちら耳があるんですけども、これは必ず右と左、自分が座っているところの右と左に必ず置きます。これが型になったりすることなく、ここの位置が正しい位置です。そしてお水差し、こちらの位置も決まってます。こちらはこの耳と延長線上に必ずこのつまみがあるところに置きます。そしてこの黒い板がありますが、これもここから線があるように思って、このお道具がこれよりこちらに行ってはダメです。必ずここよりも下に置くようにします。そしてお夏目とお茶碗の置く場所もあります。それは水差し、これを真ん中にこう見て均等に置きます。そして間はおよそこの畳のこういう1、2、3っていうふうに読むとして、ここを1、2、3、4つほど開けておくのがベストです。そして次は蓋置きですね。こちらの蓋置き。この板、ここの真ん中ら辺、ちょうど真ん中ら辺に来るようなところに置きます。そして、ひしゃくを置くときは、ここのところが真ん中に置いてから、左膝の前に置くというのが決まりです。懸垂はこちらですね、一番初めはここにあるんですが、お点前をし始めるときはちょっと上に上げます。そして膝よりも少し下、そして膝とこちらの中心に置きます。置き方は以上です。ではお茶碗のお尋ねですとか、それぞれの説明をしていきます。まずこちら、お夏目。夏目という実があるんですが、その実と同じ形をしているので、夏目と言います。こういう形が、夏目の実によく似ているので、夏目という名前になっています。お夏目を清める仕方をいたします。では、一度内側に折ってから、そして親指を上にして前に持っていきます。そして上の旗を取って、スーッと左も持って、三角ですね。そして親指は歯という状態にして持ちます。この時に指が全部このように出ないように内側にします。そしてカタカナの歯という字を書くように持ちます。そして左手を3本の指を入れて、右は上に、そして親指を広げて、ここをしっかり持ってあげます。そして小指は離し、親指このまま上に上がって、少しここを折って、親指で押してあげます。そして真ん中まで。真ん中まで来たら、半分に折ります。そして、1という字を書くように、軽く押しながら横。そして手をまっすぐして押してあげる。そして右手は半分のところで持ってあげる。この状態がお夏目を清める時の状態です。
では、お夏目を清めていきます。日本でいうひらがななんですが、こうという字を書きます。そして横にして、真ん中で広げます。前、後ろ、そして親指を広げて、横にします。はじめはこのね。はい。では次に、茶杓を清めます。茶杓はこちらです。こちらを清めていきます。で、上の旗を取ってもう一度構えます。3本の指を入れて上にして、上に持ってきてちょっと折って親指で押さえる。そして真ん中まで来ます。で、横に。そしてまた漢数字の1という字を軽く書いて半分に折ります。茶杓はこの状態で清めます。そして左手の上に帛紗を置きます。茶杓をこのように持ってきて裏表に見せる。真ん中で押さえて半分に折る。で、少し右に移りますね。そして3回清めます。そしてこちらの節、こちらは浮かせます。ここだけは清めなくても結構です。ですので3回清めます。1回。次は横2回。はじめと同じ清め方で3回。で、お夏目の上に置きます。置くときはお湯が近い方に茶杓は置きます。以上がこちらの帛紗を使ってすることになります。で、こちらが茶筅です。こちらの茶筅で泡を立てるためのものです。茶筅を使って泡を立てます。で、ここもおおよそ3、1、2、3、で、4、これによってまた場所が変わりますが、3つか4つ開けます。そしてこちらは茶巾。茶巾というのはお茶碗を清めるために使います。お道具の説明は以上です。こちら流麗と言いまして、天茶碗っていうのがあります。こちらは日本でいう明治5年、家元の第11代の玄元斎が作られたものになります。海外の方がいらっしゃることになりまして、その時に椅子に座ってお点前ができるっていうのを考案されました。今では京都にある、北野の大茶会ですとか桜を見るところ、そういったところで外の野立てというのですることが主流になってまいりました。京都の舞妓さん、芸妓さんがこちらの流麗でお手前をされることが多いです。季節は一番天気のいい春頃が一番多いでしょうか。お客様も椅子に座り、そして足が楽なままお手前を楽しむことができます。そのような海外の方向けには今なっておりますが、日本人も今こちらの形が足にはとてもいいので主流になってきているのだと思います。こちら天茶碗はお墨、このお釜の下に墨があるんですが、お墨というお手前、そしてお濃茶、こうドロドロとしたお茶なんですけども、お濃茶のお手前、そして皆さんがよくご存知の大須出前、この3つともができます。で、お墨出前の時に使うものがこの中にあります。一番あまりよく知られていないものだと思いますが、こちらお箸のように見えますが、
火を使うものなので、火箸というものです。これを使ってお墨を取っていきます。なので、このギザギザがあるので、それでしっかりお墨を掴んで、で中に入れるということをします。これはちょっと他になく変わっているものだと思います。あまり見られないものだと思うので、ご紹介いたしました。では今からお席に入る仕方をお伝えします。では一度外に出ますね。では今から始めます。場所はこちら、こことここの中央に座ります。そして扇子を前に置きます。ここに両手がしっかり入るぐらいのところにこんだけの幅を残しておいてください。では一度閉めます。では入ります。お辞儀をします。で、扇子を前に置いて、扇子前に置いて全部体を、で後ろを閉めます。後ろに人がおられたらこのまま開けておきますが、自分が一番最後でしたら閉めて中に入ることをいたします。では扇子を右手で持って、一度お尻を足のところに置いて、左膝を立てて立ちます。そして前に向いていきます。ではこちらの筋を、ここに あるんですが、こちらの方を右足で越えます。そしてずっと口を右で越えていきます。そしてお軸の前に座ります。扇子を前に置いて、こちらのお軸は修行僧が書かれたものですので、とてもありがたいものです。なので必ず礼をします。感謝してからお軸を見させていただきます。手をつきながら。そしてこの文字を見させていただいて、今日はどのような趣向でお茶席があるのかっていうのをしっかり噛み締めます。見終わりましたらもう一度感謝の意を込めて礼をいたします。次に季節のお花、お花を見て花色を見ます。そしてこちらもお香が入ってますので、こちらの方も拝見をいたします。でこちらが終わりましたら、扇子を持ちまして一度お尻を置いて、左膝を立てて立ちます。次は左
左足でこの炉縁を、こちらですね、これをずっと左で漕いでいきます。下座に行くときは左で漕いでいきます。そしてこちらに座りまして、今まで扇子は前に置いておりましたが、この扇子を後ろに置きまして、このまま待っておきます。これが入り方となります。では今回お席に入るにあたりまして、どこに座ればいいのかっていうのが問題になってくると思います。まずこちらお軸があるところ、そして一段上になっているところが床の間と言います。床の間の方に近いのが上の方、先生ですとかお偉い方が座られるところになります。床の間に近いところに座ります。床の間に座るのじゃなくて、床の間の近いところに座っていただきます。あとはこちらの亭主の方で、次はこの方、この方というふうに言っていただくことが多いです。そのようにして座っていただきます。そして、お軸は真ん中に必ず、置きます。で、お花は下座、下の方に置きます。今でしたら床の間がこちら側にありますので、左手には、お香を、そして下座の方、こちらが下座になりますので、下座の方にお花が置くということになります。また下は畳になってますので、畳の上にお花を置くときは必ずあの黒色の板が必要になってきます。もし右のようにこう板が全部が板であれば、あの板は必要ではないということもあります。お茶にはいろんなルールがあります。畳の上に水があると濡れてしまうので、必ず板を置いてお花を置くっていうふうにします。Thank you.